京都とか今もうとんでもないことになってて、はい、いや京都は本当なんとかした方がいいと思いますよ。はいはい、だからその中心街への乗り入れ規制って基本的に日本ってやってないじゃないですか。はいはい、あれなんでなんですかね。政治が弱いのかな。京都は観光客が多いんで、うん、バスがすごい普及してるんですよね、うんうん、あとやっぱり地下鉄が掘りづらい、そうですね、いろんな事情で、まあ、というかまあ文化財が眠ってる可能性が非常に高いので、はいはい、もう京都なんか怖くて掘り返せないですよね、まあ、多分それがあると思うんですよね。もう必ず遺跡の調査が入ると思います。大変なんですね。京都はもうだって下はほとんど遺跡ですよ、多分もう平安京ができてからずっとですから、はいはい、あだから地下鉄掘りにくいんですね。いやもうだからほとんど地下鉄ないじゃないですか。はい、ないですね。地下鉄多分大赤字だし、あれもうバスも鉄道もなんか全部ちょっと大変そうな感じがで、道が戦災で焼けてないじゃないですか、うん、京都の人に戦争って話をすると、応仁の乱な、京都の人にとっての戦はもう応仁の乱、うんうん、応仁の乱以降は焼けてないんですよ。だからお寺とか神社も安土桃山時代以前のやつってほとんどないんですよ。今ある京都のお寺は全部徳川以降のお寺なんで、はい、ほとんど寄進をした人たちはみんな徳川一族です、うん、豊臣秀吉とか以前の人たちのものはほとんど残ってないです。へえ。奈良は応仁の乱で焼けてないんで、はい、奈良の東大寺とか、はい、法隆寺とか、はい、もっと古いのが残ってるんですけど、はい、京都は残ってないですね。へえ。だからほとんど埋まってると思います。だから地下鉄とか作りづらいんですよ。はい、でしかももっと言うと焼けてるところは道路を戦後拡張してるんですよ。はい、そうですね。名古屋なんかまさにそうなんです。めっちゃ広いですよね。はい、戦災で焼けたので、はい、大体の大都市は道路幅を拡張してるんで、うんうん、メインストリートとかが広いんですよね。はいはい、京都は焼けてないんで、うん、道路が拡張されてないんですよ。だからもうせいぜい片道2車線、ほとんど1車線ですからね。確かにそうなんですよ。京都っていうのはまあそれでもまだマシですよ。タイのバンコクなんかもっとひどい。そうですね。あれはちょっと確かに。タイのバンコクも戦災で焼けたことがないんで。あ、そうなんです。そうです。アユタヤからバンコクに遷都というか、はいはい、してからは多分焼けてないですね。タイは太平洋戦争、第二次世界大戦の時も中立国だったんで。そうですね。まあスイスのような、はい、王国で中立国だったんで、はいはい、戦争に参加してないんですね。しないですよね。はい、ベトナムとかミャンマーとか、うんうん、まあそういうところは結構戦災にあってるわけだけど、内戦とかもあったりとか、はいはい、カンボジアとかだと、はい、だから焼けてない分昔の水上交通の水路網が邪魔をしてて、ここは5番目上に裏道からも裏からも入れますけど、バンコクは入れないんでさらに交通渋滞、地下鉄もやっぱり洪水がよく起きるんで、雨季になるとまあかなり使い物にならないですね。だからまあかなりかさ上げをして、入り口にかさ上げをして地下鉄無理やり作ってて、まあ結構できてきてますけど、それでもやっぱり。京都はすごいハンデなんですよね。そうですね。でそれで片道1車線をバスが占領するんで、はい、ほぼ動かないですよね。はい、そう思います。しかも観光客がバスに乗るから住民乗れないんですよね。バス乗れないらしいですよ。はいはい、本当にバスに乗れないみたいですよ。うん。